視野と一箱かな。悪いな、引っ越しの手伝いしてもらっちゃった。いや、全然暇だったし。あ、そう、アルバム。ああ、そうだよ。演出見してる、見してる。ああ、いいよ。で、俺ら会社で出会ったからさ、なかなかね、昔の写真とか全然わかんない。まあ、別に大した写真ないけどね。あ、これは？これは幼稚園の時かな。かわいいね。全然今の面影ないじゃん。うるせえな。すげえ。あ、これは？これは小4の運動会か。かわいいね。全然今の面影ないね。なんかもっと成長した写真ないの？成長した写真はそうかな。これが中1の体育祭かな。これ宮沢？うん、そうや。めちゃめちゃかっこいいじゃん。うん、まあこの頃は正直めちゃくちゃモテたね。全然今の面影ないね。で、これが高1の文化祭か。これ？うん。お前整形した？してねえよ。めちゃめちゃかっこいいよ、だってしたでしょ。してねえよ。正直言って、誰も言わないから会社のやつ。してねえ。言ってみ。してねえって、なんでかっこよくない方に整形するの？全然今のおかげでいいんだもん。で、これが高校卒業の時かな。これ宮沢？もうそうだよ。嘘でしょ。いや、そうだよ。宮沢じゃないよ。そうだよ。ね、いつまで面影ないのじゃん。高校卒業ってそろそろ宮沢の様子入ってきてもいいよ。入ってんだ。全然違うじゃん、だって。全然面影ない。大学の時の写真ない。大学。いつ面影出たの。大学、いくつ今？23。4年後。面影間に合わなくないこれ。間に合うこれ。間に合ってるだろ、現に。いや、間に合わない可能性あるでしょ、これ。間に合ってるだろ。4年後だよ、だって。間に合ってるじゃん。いや、大学にね、大学にね。でも、整形しただろ、マジで。いや、何回も言わせるなって、ね。人はブスな方に整形はしないの。3年後だよ。面影が間に合わないでしょ、これ。間に合ってるだろ。間に合わない。間に合わないと思うよ、面影。だとしたら今の俺は何だよ。いやいや、だ絶対間に合う。だ3年だよ。マイペースすぎない、面影。大丈夫。間に合ってるから。うるせえな、間に合ってるだろ。じゃ言うけどさ、お前20年間別の顔のやつは急にこの顔になってんだよ。ね、間に合えばいいって問題でもないよ。間に合ってる、間に合ってるって言ってるけど、お前っすよ。正規品こっちだから、どっちかさ、ずっとこれでいるんだ。うるせえな、マジで。力さえ、お前何なんだよ。大学3年は面影出たじゃん。面影あるね。だから間に合うって言ったら滑り込みすぎだよ、ちょっと。2年前に面影出てきたもんだよ。これが俺なりの面影の出方なの。いや、それは突然変異だよ。面影じゃないよ、それ突然変異って言うんだよ。マジでこれは大学4年。なんで面影ないの？なんでよ。一度出た面影ってなくなる？最終的にこれになればいいわけだろ。いや、面影ってそういうことじゃないよ。最終的になればいいとかじゃないから。何これ。ちょっと待って、お前入社資金でこんな感じだったよね。ああ、そうかな。ちょっと待って待って待って、大学2年の時面影はない。3年はある。4年はない。入社式はある。1年更新なの。え、もう年度締め、年度締めが3月31日か4月1日で急に顔変わんの。知らねえよ、その顔変わんの。わかんない。友達は何と言ってんの、それに関して。親は何と言ってんの。いい。だったらさ、ここに日付が全部振ってあるんだから順番に見てみりゃいいだろ。すごいな、お前マジで。これが並んでるのか。そう、日付順になってるじゃん。え、これが、これ大学3年の4月でしょ。ああ。で、これが3月だよね。うん、そうだな。お前面影あるから何、グラデーションになってんだよ。グラデーションだ。ああ、そうだ。グラデーションのタイプだ。知らねえよ。そうで、まあ、10月ハーフ&ハーフじゃん。だってハーフ&ハーフになってんじゃん。知らねえよ。ね、もう気持ち悪い、マジで。グラデーションだったから自分では気づかないんだよ。え、なんでこんなある面影あるからないにこんなに変わる。ほら、あれだろ、ほら、おたまじゃ
役士だって徐々にカエルに変化していくんだろ、それと一緒に思ったよ。お前はさ、オタマジャクシかカエルになってさらにオタマジャクシになってるオタマジャクシの時に付き合った彼女、カエルの時なんて言ってんの気持ち悪い。そんなこと言われるんだったら写真なんか見せなきゃよかったよ。気持ち悪い、本当に。何これ、はっ、あーやっ